皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は風邪気味ですが、元気にしております。さてさて、新曲の制作ですが、次の、重ね、音の重ねをやりたいと思います。今度は、リードですね。リードを入れていきます。リード通り過ぎた。ああ、リードあったあったあった。はい。この中で、第一段階で使うのは、まずは、これですね。はい。三つ入れるんで、一つは左に振ろうと思います。はい。で、さあ、音出してみましょう。あれ？なるほど。なんか高い方が気持ちいいですね。あ、ここいいな。ここでいきましょう。はい、ここでいきます。はーい、えい、はい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 。まあだいぶ通り過ぎましたね。だいぶ通り過ぎましたね。まあ9から入れてますからね。はい。でこれを短く、あれあれあれ、逆逆、これを短くしますと。おっと、はい。でもう一回入れます。はい。で64まで行きたいんで、多分足りないんじゃないかな。そうですよね。はいはい。なのではい、はい、ここで止めておきます。はい、これで1個入りました。次はシメリングですね。はい、これをど真ん中で入れます。ベースって書いてあるんで、低い音の方が似合うんですかね。っていうのが遅すぎますね、さっきのやつだと。あ、これが一番かっこいいですね。はい、これにしましょうか。はい、これがいいですね。じゃあこれを33から今度入れましょう。はい、33から、ほい、あ、はい。でこれを今度は9まで持っていきますと。9まで9まで9まで、はいはい。で9からまた、あれ、なんかずれました。はいはい、これでいいですね。はい。でこれ作るとダブっちゃうんで、そのダブリを消しに行きます。はい、こんな感じですね。はい。次がこれですね。これを、一番右に持っていきます。はい。じゃあ音出してみましょう。
これちょっと、ダメだな。これでいきましょうか。これで。はい。じゃあ、短くさっきしたんだよな。じゃあ、9からいきましょうか。はい。E3、はい、入りました。E3 入りました。で、ここからもう一回 E3 入れますが、はい、届いてないので、これをグイーンと、グイーンと、はい、ここまで引っ張ってきて、ああ、ここにいました。はい、ここまで伸ばしますと。はい、OK ですね。はい、今回はこの3つを入れました。はい、次回は13小節目からですね。はい、ここから音を重ねていくというのをやりたいと思います。はい、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。